1> 第1装甲的弾兵旅団は、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。第1装甲師団の霊化にあって、旅団司令部をハノーファーなどに置いていた。旅団部隊はその多くの機関を、ゾルリンク、リューネブルガーハイで、ハルツ山地及びベーザー川一帯にて駐屯していた。1958年に、ヒルデスハイムにて、B1 戦闘軍として編成される。編成時は、 ハノーファーの第1敵弾兵大隊と第21敵弾兵大隊、ヘクスターの第12装甲敵弾兵大隊を霊下に収めていた。1961年に第21装甲敵弾兵大隊はオステローデアムハルツに移住する。1959年陸軍第2次編成期に入り B1 戦闘軍は第1装甲敵弾兵旅団に改編され、 1> 第1装甲士団霊化となる。第14戦車大隊は1959年に編成され1991年の解体まで旅団霊化に止まった。陸軍第2次編成期には旅団霊化部隊は以下のようになる。陸軍第4次編成では1981年から以下のようになる。陸軍第5次編成にて1994年に第1補級中隊が解体され、 旅団霊化部隊は以下のようになる。2003年に第425戦車大隊、第421総攻的弾兵大隊、第803総攻攻兵大隊及び第141後方支援大隊が将来の陸軍に基づいて旅団霊化部隊として再編成される。これに大隊として第12総攻的弾兵大隊、第24戦車大隊及び 第10総合公平中隊が解体される。第15総合公平大隊については、非現役化される。2007年12月31日に、旅団は解体される。2007年9月4日に、ヒルデスハイムにて任務解除添加を実施する。第10野戦予備中隊は、旅団と共に解体され、最終零化部隊のうち、第141広報支援大隊及び、 第33戦車大隊は、第9走行共同旅団に配転される。第421走行的弾兵大隊は、解体され、第803走行公兵大隊及び、第141走行的弾兵大隊,隊は、第41走行的弾兵旅団に配点される。ありがとうございます。